ナイロン糸に針を刺す話。ナイロン糸に針を刺す話。ちょっと前から、レザークラフトっていうね、革小物を自分で作ってまして、レザークラフトなんで、こう革を縫うわけですね。うん。で、まあ詳しくはね、目打ちで穴を開けて縫うとかいろいろあるんだけども、まあとにかく、お裁縫のように革を縫っていくということなんで、針と糸を買ってきまして、で、このレザークラフト全くやってない時の初期の段階なんで、段階でしたので、その時は。もう本当に1個目とかね、2個目とか、ネットであんまり深く調べてなくて、見よう見まね、何がいるんだと。針と糸かみたいな感じで。で、お裁縫グッズを買ってきて、しかもレザークラフト用のじゃなくて、普通のお裁縫ね。よくボタン付けをするような、そういうお裁縫グッズ買ってきて。で、その中に入ってる糸で、縫うんですけども、こう糸っていうのは、針に糸を通し、まあ、糸通しでね、針を、糸通して、それで、長い方と短い方ができますよね、普通はね。で、短い方はその後抜けちゃいますよね。長い方の先端は、まあ、ちょっとぐちゅってやって、抜けないように結ぶやり方あるんだけど、玉みたいにするんですけど、短い方はそれやっちゃうと、玉みたいにしちゃうと、針が通らなくなっちゃうんだね。うん。だからそのままにするか、もう一つ特殊な方法があって、そのままね、縫っていくと短い糸の方がだんだんこうずれてきて、で、結局針の穴から抜けてしまうっていうね、アクシデント起きかねないんで、まあそれもリカバリーできるんだけど、でも面倒くさいんで、最初にですね、こう針が短い糸の方が抜けないようにする方法があるんですね、どうやら。で、それはレザークラフトでも有効で、ね、うん、ちょっと詳しく言うとね、ちょっとね、普通のお裁縫とはね、針と糸の付け方が違うんで、間違ってるぞっていう人はね、ちょっとこれデフォルメしてますんでね、分かりやすく言葉で喋っても分かるようにしてますんで。それで糸があって、針に通して、長い方の先端は抜けないように玉みたいに結ぶと。で、短い方のところにですね、はそのままほっとくと抜けてしまう可能性があるんで、抜けないようにする。どういうふうにするかっていうと、短い方の糸の途中にですね、針を刺すんですね。尖った針、その通した針ね、糸を通した針、それで針を抜くとですね、糸の途中で針が刺さって、針が抜けて、つまりなんていうんですかね、それで引っ張るとですね、結んでないのに、こう糸を針穴のところで結んだような、そういう構造になって抜けなくなるわけ、ずれなくなるわけ。うん。つまり細い糸のね、中心部に針を通してしまって、そこから針を抜くとですね、そこが引っかかりとなって、短い方の糸もずれなくなって、結局その糸が抜けなくなるというね、アクシデント的に抜けなくなるという、そういう糸を固定するような方法があって、それを私の初めて知りまして、うん、やってみようと思ってやったんですね。で、これがなかなか難しいと。1個を通すのに5分10分かかるわけ。はい。で、まあ針に糸を通すのは、糸通しっていうね、専用の小さな、まあ部品があるんで、それを使えば簡単な、まあもの10秒20秒で、通るかもしれないんだけども、そのね、糸の途中で針を刺してですね、抜けなくするっていう、そういう方法、特殊な方法は、すごい時間かかるんですね。で、それはね、実際問題、はしょってもできます。ただ、初心者の頃はですね、それ絶対やらなきゃいけない作業かなと思ってですね、必ず、その糸を固定する方法をやってたんですね。うん。だからすごい時間かかってしまって。で、普通はね、もうちょっと短く簡単にできるはずなんですよ。で、初期の段階、なぜそれがすごい時間かかった、
1個通すのに5分10分下手すら 2,30 分かかってしまうというね、だから大変なんですよこれね、うん、で縫ってる時間よりこの通してる時間の方が長いんじゃないかみたいなそういうね雰囲気で、それでなぜこれ難しかったかというとね、ナイロン糸を使ってたからね。あの麻糸とナイロン糸2つがあったとして、麻糸の方はある程度太さがあるわけね。でナイロン糸はこれ結構細い糸も作れてしまうので、髪の毛ぐらいのね細さのナイロン糸を使ってたのね。買ってきたのがそれしかないから、で髪の毛ほどのね、細さの糸の中心部に針を刺してそこを糸を通すわけですから、もうほんとねナノテクノロジーですよ。もう目がね見えなくなる、そこをねグーで見てるとですね目が追いつかなくなるんじゃないか、私目がいい方なんだけども、目がねこう見えなくなるというか、うん、細すぎて見えないっていうね、もう感覚でやってるみたいな、ナノテクノロジーのね世界で、途中からねこう虫眼鏡とかで見てやろうかなと思ったぐらいね、はい、でも虫眼鏡見ちゃうと虫眼鏡を持つ手とね糸を持つ手と針を持つ手って3本必要になるからね、それちょっとできないなと思ってやめましたけども、まあ、そんなね髪の毛ほどの細さのナイロン糸の中心部に針を刺してそこに糸を通してしまうという、そういうまあ超絶技巧をねやっていたという、まあ、それでも結構やりましたけども、後から考えると糸はもうちょっと太いので良かったんですね、はい、特にレザークラフトはその糸のね縫い目の美しさを見せるみたいなそういう細工もあるのでね、だ糸が見えなければいいってもんじゃなくて糸の縫い目をこう出してですね、わざと出して、そういう面白さっていうかね、こうワイルドな面白さっていうか、それがあるのでもっと太くて良かったんですよ、うん、しかもそのなんていうんですかね、目打ちっていうね、縫う穴を開けるような専用の工具もあるので目打ちを使うとですねもっと太い糸も通るっていうね、通常の裁縫では使えないような太い糸も通せるというそういうことだったんですね、はい、というわけでね、まあ、初心者の頃は訳も分からずそのナノテクノロジーなんじゃないかみたいなそういうね、ことをやっていたという、高難度のことをやっていたというねそういう話です。